皆さんこんにちは、ゆりです。今回は就職に向けたゼミ活動の一部を紹介します。講義の空きコマ中にゼミメンバーと集まり、教え合いながら SPI の勉強をしています。 1、2年次に単位の取得に力を入れていたので、3年次では空きコマの時間を作ることができています。めっちゃ飲んでる。シンデレラ。いや、いろんな種類あったっけ。あ、そうなんや。そう、ラムネも違ったよ。へ、あ、プロテインとラムネあるじゃん。誰かこの文字を解読できる人はいるのでしょうか。先ほどの文字はこの友達が眠たい時に生み出しました。そして彼は2日後のプレゼンテーションに向けて準備をしています。と思ったら、アイロンしてきます。急にアイロンを取り出して美意識高めの男子を演出します。そして夕方の5時から7時半までゼミ活動がありました。これはゼミ終了後にミーティングを行った時の様子です。この学生広報についてのミーティングだったのですが、さまざまな動画にチャレンジしようとみんなで意見を出し合いました。この活動を通して久留米大学の魅力を学生目線から伝えていきたいと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。